All right, we want to keep going. Next reaction is SpongeBob Anime SF1 Bubble Bath Art. Now, I haven't seen one of those SpongeBob animes from opening and endings. I apologize about never paying attention for, like, I think last year or I don't know, but I'm actually going to take a look at it, and somehow it's very interesting, because I didn't even know about SpongeBob anime for the first time, because I really wish it came on Adult Swim, or Toonami, if you know what I mean. But, speaking of that, we're going to get into it. It's long, but we'll manage to do that. 3, 2, 1, go. A Narmak animation. Tencho, 大丈夫ですか？来たか、スポンジボブ。カニバーガーがやばいと聞いて急いで来ました。何があったんですか？太っちょバスは？もういない。奴は強くなっていた。わしでもこの店を守るので精一杯だった。そんな。やつの狙いは初めから店ではなく例のレシピだったのだ。やつは5つのピクルスのことすら知っていた。闇のダーラーに潜む秘密を封じるためにわしが作ったレシピ。その存在を知る者ですらもうこの世には数人しかいないというのに、一体どうやって。もしや、まさか店長をやられるなんて。なら一刻も早く取り戻しに行かないと。すでにイカルドを向かわせている。何としても奴がクラゲ草原を出る前に取り戻さねば。向かわせた？一人で行かせたんですか？そんなの死にに行くようなものじゃないですか。それでもあれはあのレシピだけは奪われてはならないのだ。じゃああなたはなんでまだここにいるんですか？イカルドにもしものことがあったら。わしはここで店を守る義務がある。イカルドはこの職場がどういうところか知ってて今までやってきた。ついてこられなければ彼もそこまでの男だったということだ。カーニはでかくて野蛮で、金のためなら何でもする化け物だ。幾度となく他の店から耳にしてきたそのセリフ、嘘でいてほしかったです。スポンジボブよ、いつかお前も真実を知る日が来る。あの闇のパティの秘密とお前自身の真実を、そしてわしが全てをかけてでもお前を守ってきた理由を。無茶はするなよ。広い青いこの場所で時が流れてゆく My precious love。Season? I thought it was the first season. I guess I'm wrong. Oh, is that Alaska Bowler? Oh man.
hold on. Who's that guy in the hood? Okay, let's see. So episode 2 is gonna be Kevin, right? 3. Dennis from the SpongeBob movie, right? 3. Flying Dustman. And 4. Plankton, right? So who's gonna be number 2? I don't know. Let's find out. Aw, RP to him. チクショウ、家でシャボン玉吹いている場合じゃなかった。俺のせいだ。どこ行っちまったんだよ、イカルト。あれはパトリック、サンディ、スポンジボブ、サンディ、イカルト。最後に見かけたのはあの岩のあたりだと思うけど。戦っているのか。じゃあなんであなたたちはここで見ているだけなんですか。それはイカルトが来るなって言って。あやつは自分の名誉のために戦っている。大切なものを守れる強さ、絶望に立ち向かう勇気、イカルトは確かめようとしているのだ。自分にもその強さ。そんなくだらないこと本気で信じてるんですか。あなたたち二人が強いことは僕が誰よりも知っています。そんな強いお二人がイカルトの勇気やらプライドやらって言葉を鵜呑みにして見殺しにしたというんですか。フレンドの F はどこ行ったんですか。スポンジボブ、行かせてやれサンディ。でもスポンジボブとイカルドはいわば同じコインの表と裏、二人とも拙者を震わせるほどの何かを秘めている。そしてあの何とも言えぬ顔がまたかっこいい。予言では醜い怪人が全てに死をもたらすと言っていただろう。大丈夫、奴らは違う。二人ともかっこいいから。この岩、岩じゃない、これはただの石だ。初代の武器がこんなところにあったなんて。よし、これならいける。あとはイカルト。Let's continue. I like the creepy one. イカルド! Oh! スポンジボブ! この富士壺頭、なんでここに? Oh! イカルド! 取り戻していたのか? やっぱりイカルドはすごい。なんで来たんだスポンジボブ。俺たちじゃかなうわけがない。来るに決まってるだろ。なんで一人で戦おうとしたんだ。二人だったら勝てたかもしれないじゃないか。そしたらまたお前に美味しいところを取られちまうだろうが、何をしてもお前にはかなわなかった。コックとしてもサーバーとしても毎月表彰されるのは、いつも褒めだった。客が少ない、給料も俺より高い。お前は毎日仲間に囲まれて、それを外野から一人で眺め続けてきた俺。でもそんな俺でも一人であの野郎を倒せたら、レシピを取り戻せたら、カニの野郎を見返す。クラリネットも真面目に弾け。何言ってんだイカルド、友達なら僕がいるじゃないですか。クラリネットだったら怪我が治ったらすぐにでも。
あれ強く打ちすぎたかな。プラントにやりすぎるなって言われてたけど、まあ、いいか。黙れ。弱いくせにでしゃばるからそんなことになるんだよ。自業自得ってやつ。間違って落としちまったレシピが偶然あいつのところに転がったから拾えたみたいなもんだし。黙れ。お前もいつも準備ができてとか言ってるみたいだけど、仲間が死ぬ準備はできてなかったみたいだな。お前だってもう気づいているんだろう。どんなに頑張ってもお前はあの時ピクルスを忘れて客に品を出しちまった救いようのないコックなんだよ。仲間一人救えないお前は名前をサクセスの S からフェイルドの F に変えた方がいいんじゃないかなあ、フポンジポブ。黙れてんだよ、クソが。なんだってこの藤壺頭。ったく少し気絶してたからって勝手に殺すんじゃねえよ。だいたいお前俺の脈とかも確認してなかっただろ。いつも状況も整理せずに先走りやがって。いかてめえがバカなのは初めから分かってたけどよ。学習って言葉知ってるか？イカルオ！お前生きていたのか？もうこんな無茶するなよ。ずっと離れろと一緒だからな。もう絶対どこにも行くなよ。Hi everyone, I hope you enjoyed 6 months of my life well spent on making the grandest animation my booty has ever grinded out.Those shirts that you saw in the video are actually real. I am selling some shirts and stickers created by me and my boy, Timmy the Thoughty. We have a sale to celebrate the release of episode 1, and on top of that, you can put in the code HIGHFIVE for an additional 5% off because I love you. The shirts are limited, so if you want to support me and the channel, check them out on newmemeland.com. Link on the screen, in the description, and in the pinned comment.Besides all that jazz, I want to give an absolutely moist thank you to my friend John Wang, who directed the voice actors for the Japanese dub and soon-to-be-released English dub.
John is a professional voice acting teacher who can mold your voice beautifully and holds voice acting workshops. Also, a massive thank you to the voice actors who made this project possible. The music that blessed your ears was created by my amazing friends, Sander, also known as Red, and Seikara. Full soundtracks are on their channels. My buddy Strelok also handled the sound design for the entire episode, and his work never disappoints. Check them all out in the description below. I highly recommend all of their succulent services. And finally, thank you, patrons. You make my punani pungent. Well, that's all, folks. Bye-bye. That was a great one. I loved it so much. Wow. I had never, ever in my life seen this. I hope they come out with episode 2, because I would definitely react to that one. Man. Wow, that was a very entertaining. That was a good one. Good thing I subscribed to it. And I give this one a 10 out of 10, man. Very entertaining. Very entertaining right there. Comment down below. Also, I would like to try out one of those voice actings, because I'm probably going to do that this year, because I'm still doing some martial arts practice for very long time. So yeah, comment down below what you think about this, and I'll see you in the next reaction video.